マサチューセッツ湾植民地、マサチューセッツ湾植民地、マサチューセッツ湾植民地、植民地を作った主体である、マサチューセッツ湾会社と呼ばれることもあるは、17世紀の北アメリカ東海岸にイギリスが作った植民地である、ニューイングランドに属し、今日のセーラムとボストーンを中心にしていた。その地域は現在アメリカ合衆国50州の一つ、マサチューセッツ州となっている。 この植民地は、ジョン・ウィンス・ロップを指導者とし、ピューリタンの中でもイギリス国教会から分離しない、非分離派によって、聖書の教えを実践する、共和国を創設することを目的に建設された。1630年の建設から、最初の年に1000人、以上、1643年までにはおよそ2万人が、居住し、当時のバージニア植民地の人口の2.5倍に、上った。 イギリス人による、この入植は原住民インディアン民族と白人入植者の領土をめぐる、ちナマグサい北米植民地戦争の舞台となり、その後も続く、インディアン戦争、民族浄化の端緒となった。マサチューセッツ湾植民は、地元のインディアン民族に、無断で始められた。イングランド王や会社から、様々な白人植民者集団が得た、土地特許で、 しかも一部は重複したものがありながら入植され、後に13植民地に領土が整理されたこともあって、初期に存在した植民者集団のいくつかは、マサチューセッツ湾植民地の歴史に直接引き込まれていくようになった。イギリスのプリマスにあったバージニア会社は1607年のバージニア直居の一部として、北緯38度線から45度線までの土地を認められていた。 現在のメイン州、ケネベックバは川口に作られた、唯一の入植地ポファム植民地は1608年に放棄された。北41度線、ロングアイランドサウンドの南から、南の土地は、姉妹会社であるロンドンのバージニア会社に与えられており、以前から共同でこの領土の領有権を主張していた。1607年、プリマス会社の領土が、 ニューイングランドのプリマス委員会の指導で再構成された。イングランド王ジェームズ一世は北緯40度線から48度線までの全本土を海から海まで直凶をめた。これには南は現在のニュージャージー州中央部から北はニューブランズウィック州やノバスコシア州までが含まれていた。その後の1620年、 イングランド国境界からの分離を望んだ入植者の一団、現在ピルグリムファーザーズと呼ばれる者たちが、メイフラワー号でイングランドから渡ってきて、プリマス委員会に所有される土地に独自にプリマス植民地を作った。ピルグリムはもともとバージニアに行くつもりであったが、激しい嵐のためにプリマスで旅を諦めた。最初に定着した場所が現在のプリマス市となっている。 メイフラワー名薬を作ったこととプリマス植民地を作ったことはアメリカ合衆国の歴史で独創的な出来事と教えられている。しかしニューイングランド地域で人口でも経済力でも支配的になったのはマサチューセッツ湾植民地でありセーラムとボストン周辺の後継者であった。また1691年から1692年に プリマス植民地とその他の近隣植民地を合併してマサチューセッツ植民地ができたときその名前のもとになったのもマサチューセッツ湾植民地であった白人入植者たちは周辺のインディアン部族から領土を奪うことで入植地を増やした入植者たちを悩ませたのは侵略者から土地や食料を奪われこれに抵抗してくるインディアンと家畜や、 農作物を狙う狼だった。1623年のシェフィールド特許で、ケープアンが、ロバートクッシュマン、エドワード・ウィンスローとその仲間に割り当てられた。1623年から1624年に、かけての冬、ジョン・ホワイトと、ドーチェスター会社がこの土地のステージポイント、現在のマッサチューセッツ州クロスターに入った。1625年、彼らは、 ロジャーコナンを招いて、漁業植民地を運営させた。これには、プリマス植民地からも何人かが加わった。1626年までに、この試みは失敗した。ほとんどの植民者がイギリスに戻ったが、コナンは、ノーム・キーグ、1629年にセーラムと解消されたに、約20名の入植者を連れて移り、公易拠点とした。 1627年頃にドーチェスター会社が破産したので事業はニューイングランド会社に要因も含めて引き継がれた。この会社がプリマスの委員会からカラチャールズ側までとその両側3マイルのニューイングランドについて土地特許を受けた。ジョン・エン・デコットがピューリタンの入植者集団を連れてセーラムに入り到着した1628年9月6日から その知事を務めた。ピューリータウンはその特許を1628年3月4日の王室直許に返還できた時に、これらの地域の管轄がマサチューセッツワン会社に置き換わり、ニューイングランドにおけるマサチューセッツワンの社と呼ばれた。1628年3月18日、マシュークラドックがこの会社の初代知事になった。二代目知事はジョン・ウィンスロップであった。 この新しい直居のもとに1629年4月、最初の400人の入職者が出発したが、同行したメンバーすべてがピューリタンというわけではなかった。1629年の春から夏にかけての出来事で、多くのものが植民地に引き付けられていることが分かった。この植民地は1629年7月8日に最初の感謝祭を祝った。その後、 大移住の時期となり、植民地は成長を続けた。多くの牧師たちがイギリスの新しい宗教を抑圧政策に反応して、その改修とともにアメリカ渡り、ジョン・コットン、ロジャー・ウィリアムズ、トマス・フッカーなどがマサチューセッツにおけるピューリタン宗派の指導者になった。植民地の直居はマサチューセッツ議会に役人を選抜し、植民地の法を定めることを認めていた。 この直挙によると、植民地の立法を行い総督を選ぶ権限は、ウィンスロップと数名の株主にしか与えられなかった。アメリカでの最初の総会は1630年10月に開催されたが、ウィンスロップと7名の条約が出席しただけだった。彼らは知事の補助を務める委員会のすべての代議員、執行役及び判事を選んだが、すべてその8人であった。 続いて、町の境界を定め、税を設定し、役人を選んだ。この限定された人々によって起こされた動揺を沈めるために、ウィンスロップの出した決断は、フリーマンの意味を読み替えて、政治の基盤を拡張することだった。フリーマンは、年期奉公人を除く成人男子で、ピューリタンの境界員を意味するようになった。 1631年5月の総会には118人の入職者が成人男子協会員として議会に参加した。彼らには立法権はなかったが立法権を持つ条約を選ぶことができた。1632年に全植民地に対して税が課された時にこのやり方に対する不平の声が上がったがウィンスロップがそれを沈めることができた。ウィンスロップは 従来の条約に代わって、成人男子協会員が総督を直接選挙できることに同意した。1634年、また統治の問題が持ち上がった。トマス・ラドリーを指導者とする集団が自分たちには隠されたままとなっていた直居を見せてくれと要求した。そこには、議会が全ての法を制定すべきこと、及び全てのフリーマンがメンバーとなるべきことが書かれていた。 この集団は直挙に書かれている通りにすることを要求したが、結果的にはウィンスロップ総督と妥協することになった。総会は町ごとに二人の大議員を選び、それに総督の諮問委員会と総督自身で構成されることとした。この総会には公共の蓄え税を徴収することと議会で同意されたことはすべてのものを拘束ことについて権限を与えられた。 ウィンスロップが予想していなかったことは、拘束の対象が総督の選挙にまで及ぶことであり、次の選挙ではダドリーが選ばれた。その後の3年間、ウィンスロップは一回の助役として務めた。最初の改革は完璧であった。貿易会社は典型的な民主政治になった。1641年までに、ジョン・コットンの草案、ニューイングランドの法の概要。 今設立されたものとしてをもとに、ナサニエル・フォードを中心にして書かれた最初の法典、マサチューセッツ自由典が整備された。これは、聖書に記載されているユダヤ教とキリスト教に共通の社会的制裁に訴えることで、人々の行動と罰を規定するものであった。ナサニエル・フォードの意図は、少数の指導者の裁量によらない基礎となる法による植民地政治の運営にあった。 彼らは自分たちの主張する新生政治と形を取りつつあった民主政治の間の緊張関係を見ていなかったことは注目に値する。その反対に一方の政治型法を要求するとすら見ていた。例えば、すべての判事は選ばれるべきこと。第一に自由人によって、第二に自由人の中から、とされていた。実際に植民地で最初に処刑されたものは、 魔女であると告発されたジョイのマーガレット・ジョーンズであった。ジョン・ウィンスロップは、ピューリタンの植民地は、丘の上の町であるべき、すなわちその信仰するところが、他の植民地から追従されるようになるべきと考えた。1637年に総督に会議咲いた、ウィンスロップは、この自由法典に異議を唱えた。内容に反対したのではなく、彼にとって、このような規則は、 執政官による聖書の解釈が蓄積された結果で、ければならなかった。しかし1641年12月、総会は、ウォードの自由法典を可決した。それでも改修派ではないイギリス国境とらは、賛政権を認められないことで不満が残り、以後も、請願や抗議が続くこととなる。アメリカ民主主義の源流と見られる、マサチューセッツ植民地であるが、実際には、 非分離派の指導者の間では、支配者と非支配者をはっきり分けた、権威主義的な見方が強かった。非分離派は、信徒の連帯を重視し、改修派協会を作って、その協会員にのみ自由民の資格を与えて、宗教上の目的を優先する、新生政治を実施した。ケンブリッジ出身の牧師ロジャー・ウィリアムズは、1631年に移住し、 イギリス国教会から分離をしようとしない、改修派を批判した。さらにウィリアムズは、植民地がインディアンから土地を購入していない点に疑問を呈したことで、後に追放されることになる。追放されたウィリアムズは、ボストンの南のプロビデンスに移住し、ユダヤ教まで含めた、信仰の自由を実現する、ロードアイランド植民地の建設の構想を抱き、ついに1644年に、 本国政府から特許状を取得した。1634年に移住してきたアンハッチンソンは、改修派の協議の核心を突く批判をした。彼女は、カルバンの予定説を極端に推し進め、全能の神のみが人の救いを決定し、人間の地上での行いは、神の救いに全く関係がないと主張した。この批判は、マサチューセッツ植民地の統治を、 根本から揺るがすほどの危険をはらんでいたため、指導者らは1637年に、ハッチンソンを総会に召集し審問、追放した。クエーカー教徒に対する弾圧も厳しく行われた。クエーカーは、内なる光を通じて、神と交信し導きを受けるという信仰であったが、全能の神にひたむきに従おうとするピューリタンの、教義とは入れなかった。 クエーカー教徒は1650年代にボストンに上陸しようとしたが、直ちに植民地外に追放され、1658年から1661年までの3年間には4人のクエーカー教徒が公主刑に処せられた。植民が拡大するとともにインディアンとの構想も拡大した。植民政府は軍を派遣し、周辺のインディアン部族を徹底に殺した。 彼らの侵略に対し、ことに激しく抵抗してみせたのは、もうホーク族をハメとする、イロコイ族だった。軍の司令官だったジョージ・ワシントンは、イロコイ族絶滅作戦を指揮し、彼らを徹底的に根絶やしにするようにと指令した。ワシントンは兵たちに、殺したインディアンの皮を剥ぎ取らせ、軍装の飾りにさせた。イロコイ族やワンパノアグ族、ポーハタン族など、 ニューイングランドのインディアン連合部族は集落一つ一つを徹底的に破壊し虐殺するワシントンの衝動作戦のためにその数を急速に減らし行った。彼らインディアンは白人たちから見れば狼と同種の毛物だった。ワシントンは彼らについてインディアンも狼も生贄となるべき毛物だと述べている。白人たちはバッファローの周りをうろつく。 狼たちを、怠け者の狼ども、ローハーウルブズと呼んだが、植民地の砦の周りをうろつくインディアンのことも、怠け者のインディアン、ローハーアンアンズと呼んでいた。植民地解説から約10年後、マサチューセッツ議会は、狩猟に関する植民地法を交付したが、それは、このような文言だった。1675年、イギリス人侵略者たちに対して、 地元のインディアン部族であるワンパノアグ族は、ニアンティック族、ペナクック族、ノーセット族らワンパノアグ族と同盟を結んでいた、部族と共に決して、プリマス入植地を攻撃した。入植地側は、ワンパノアグ族と敵対するマヒカン族やモホーク族、などの部族を味方につけ、領土と生活圏をめぐっての全面戦争となった。白人たちは、ワンパノアグ族のメタコメット集長を、 ワンパノアグ連合の王、指導者だと勘違いしていたので、合議による放棄をメタコメットが主導したものとみて、メタコメットにつけたフィリップ王というあだ名を取って、この植民地戦争をフィリップ王戦争と呼んだ。ワンパノアグ連合には、同じく白人入植者によって虐殺され生活の場を奪われたニップマック族やナラガンセット族も参戦し、 マサチューセッツ湾植民地とコネチカット植民地にまたがるニューイグランド一帯の一大戦争に発展した。激しい戦闘が繰り広げられ、双方大規模な打撃を受ける。1676年8月12日、朝廷者であるメタコメット州長が戦死し、侵略者側が勝利する形で戦争は終結する。この戦いで4000人以上のインディアンが犠牲となり、死んだ。 戦死したメタコメット州長の遺体は白人たちにより八咲きにされ、首は槍の先に突き刺され、白人たちの村に24年間飾られた。そして捕虜となったメタコメット州長の家族をはじめとするインディアンたちは、奴隷として西インド諸島などに売り飛ばされていった。インディアンの州長は、朝廷者であって、インディアンの社会に司令官はいないという、 彼らの文化は白人には理解できなかった。侵略者はただ、メタコメットを戦争を始めた首謀者と一方的にみなし、理不尽な恥ずかしめをこれに与えて勝利を祝ったのである。インディアンの合議制民主主義社会は、イギリスの君主制封建主義社会に敗れたのである。インディアン連合による反乱は白人たちの圧倒的勝利によって終わり、徹底的な植民地における、 民族浄化はインディアンの数を激減させた。しかし白人たちのインディアン苦情方針はなおやまなかった。植民地の周辺に生活するインディアンたちを根こそぎ滅ぼそうとしたのである。ジョージ・ワシントンの軍や入植白人たちは植民に邪魔なインディアンと狼の皆殺しを徹底して進めた。フィリップ王戦争で白人に味方したインディアン部族も戦争が終われば 入植の敵だった。侵略者たちは彼らも、その虐殺の対象とした。入植白人たちは、毒入りの肉や、天然痘に感染したインディアンの毛布を狼に与えた。猟犬を放って、狼やインディアンの子供をさらって来させ、これを殺した。インディアンに対する民族浄化は、ピューリータン指導者たちによって後押しされた。ニューイングランドの支配層の一人で、 ピューリタンの主教だったコットンマザーはインディアンを狼に例えて次のように述べている。両犬はインディアン民族の駆除に最も有効とされた。1703年には植民地の宗教指導者ソロモンストタードがマサチューセッツ知事に対して正式にインディアンを追跡する際に入植民たちが弱腰にならないようにと両犬の一軍の購入予算を議会に提案している。 この際、ストッタードはこう付け加えている。続いてストッタードは、ニューイングランドの宗教会代表として、こう発言した。インディアンと狼の絶滅は、入植政府、ニューイングランドのキリスト教教会を含む、マサチューセッツ湾植民地の第一目標だった。 ニューハンプシャー植民地は1641年から1679年までと1688年から1691年までの2度、マサチューセッツ湾植民地の一部だった。1643年、マサチューセッツ湾植民地は、プリマス植民地、コネチカット植民地及びニューヘイブン植民地と合併し、ニューイングランド連邦を形成したが、 1650年代まで休眠状態だった。連邦はフィリップ王戦争を起こした1670年代に一時的に復活した。1686年からマサチューセッツ湾植民地はイングランド王ジェームズ二世によって他のニューイングランド植民地と統合されニューイングランド自治領の管轄下に入った。1688年ニューヨーク、ウエストジャージー。 およびイーストジャージーの各植民地が追加された。1689年、名誉革命によって国王がその座から吸われ、自治領は解消された。1691年から1692年、マサチューセッツ湾植民地は、プリマス植民地、マーサズビニアード、ナンタケット、メイン植民地及び現在のノバスコシアを合わせて、マサチューセッツ湾直轄植民地となった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。